立花丸は東海汽船が運航する火客船。本項目では2014年に就航した三代目を取り扱う。1986年春項のカメリア丸を置き換える目的で三菱重工業下関石造船所で建造が進められた。2014年6月4日に春項6月27日より就航を開始した。 総トン数は5700トンと見積もられ、2012年5月に画家で東海汽戦名誉船長の柳原良平の選定で立花丸と命名された。船体のカラーリングも柳原が手掛け、先代の立花丸に用いられたイエローオーカー色を基調にオリーブ色を配色したものになった。立花丸と命名したことに関しては、立花丸事件を理由に反対する意見も寄せられた。 東海汽船に就航する船舶では初めてディーゼル機関と電動アジマススラスターを組み合わせた複合推進システムが採用された。本船は鉄道建設運輸施設整備支援機構が建造促進する電気推進システムを用いたスーパーエコシップ旅客船であり、前述した内燃機関と電動機関の異なる動力源を搭載する タンデムハイブリッド方式推進システムを装備する。今までの世におけるタンデムハイブリッド方式の採用実績は貨物船のみだが旅客船に採用されるのは本船が第一号となった。また24番目のスーパーエコシップとして就航。鉄道、運輸機構の共有船として本船が戦隻目となった。なお、日本海事出版協会が出版する雑誌。 LAMAR では2代目としているが、ここでは冒頭にあるように3代目とする。ありがとうございます。